指揮者の大友直人です。今日は2016年2月の群馬交響楽団の定期演奏会のご案内をしたいと思います。2月の群馬交響楽団の定期演奏会は、指揮者に大上英二さんをお迎えします。大上さんは、東邦学園出身ですけれども、長らくアメリカで、活躍をなさって、ミネソタ交響楽団の音楽監督、それからヨーロッパに活動の場を広げられて、今はスペインのオーケストラ、それからドイツのオーケストラの指揮者もなさっております。日本では、朝比奈隆先生の後、名門の大阪フィルハーモニー交響楽団の音楽監督を務められて、大変大きな成果を上げられました。現在は日本ではフリーの立場でいらっしゃいますけれども、いろいろなオーケストラに客演をなさっています。私は大上さんとは学生時代から、大上さんの方が少し先輩なんですけれども、高校時代から一緒に音楽を勉強した仲間で、そういった意味で非常に懐かしい、友人と言ってもいいかもしれませんけれどもの一人です。群馬交響楽団には、先立て前橋でのコンサートに井上道義さんのピンチヒッターでお越しいただいて、大変素晴らしい演奏をしていただきました。まあ、その流れの中で今回の定期演奏会にお招きするということになりました。プログラムは先ほど申し上げた通り、アメリカでの活動が非常に長かった大上さん、そしてレナード・バーンスタインにも大変可愛がられて、いろんなことを教わり、またバーンスタインのアシスタントとしても大活躍をなさっていた大江さんならではの、バーンスタインのキャンディード、序曲ではなくて組曲というところが、聞きどころだと思います。キャンディードのオーバチュアは大変有名で、群馬交響楽団も割合頻繁に演奏していると思いますが、序曲自体は大変短い序曲です。今回はその組曲ということで、私も実はこの組曲知りません。どんな組曲なのか、大変興味深い演奏になると思います。そして引き続きリヒャルト・シュトラウスのバラの騎士組曲、まあリヒャルト・シュトラウスは大オーケストラを、まあ、自由自在に操る、素晴らしい作曲家、作曲の大家ですけれども、そのリヒャルト・シュトラウスが残したオペラの最大のヒット作「バラの騎士」の中からさまざまなモチーフを編んだ組曲、これも大変スマートな組曲ですので、大江さんが大編成の群馬交響楽団からどういうサウンドを引き出してくださるか大変楽しみです。休憩を挟んでからはもう直球勝負でブラームスの交響曲第1番、群馬交響楽団も割合頻繁に演奏している名曲中の名曲ですけれども、大上さんによってどんなブラームスが醸し出されるか、大変興味深いところです。ぜひ皆さんに2月13日、午後6時45分群馬音楽センターで、開演でございます。そして翌日2月14日バレンタインデー、これは、桐生市の市民文化会館、シルクホールで、同じ内容のプログラムですけれども、こちらは15時開演でございます。群馬交響楽団メンバー一同お待ち申し上げております。